こんにちは。今日はお好み焼きを作りたいと思います。渡り貝の頭で出汁を取ります。沸騰したらアクを取って、出汁がよく取れたのでこれを冷まします。タラの魚とタコとエビと豚のバラ、これを使います。エビとタラとタコと豚の肉と生姜、紅生姜ね、これを細かく切りました。ネギを細かく切りました。キャベツを細かく切りました。ここに小麦粉を入れます。カニが冷めたので、これをこの出汁を使いたいと思います。そしたらこれもう冷めてるんでね、冷めたカニの出汁をここに入れていきます。そしたらここに卵を入れます。よく混ぜてね、このキャベツとネギの入ったところにね、薄く細く切ったキャベツね、ここにこの混ぜます。こんな感じ。このバラ肉ね、これをうん、両面軽く焼いたらキャベツとこれを入れていきますね。そしたらタコを乗せていきます。うまくね、こういろんなところにね、乗っかるようにね。あとはタラ、魚ね、これをエビね、で、生姜も、白ごまを少しかけます。その上にまたこれをこれ裏返します。裏返します。これ乗っけて、せーの、ほっ、うー、できたできた。したらこの上に鰹節を乗せます。したらここにわさびソースを少し、そしてとんかつソースを少しかけます。青のりがないんでね、ネギでね。こんな感じに盛り付けました。やっほそれでは食べたいと思います。うん、まあ、お好み焼きっておいしいね。自分の好きなのも入れていいからね。それにはね、音のいいやつ、うまい。今日はこんな感じで、あ、ベルカンだ。今日はこんな感じです。またよろしくお願いします。